ははいこんにちはパンダ男です今日もよろしくお願いします、えー。今日はね、先日僕がアップした動画で告白しますっていうのがあると思うんですけどそちらについて、えーまあ、いきなりね、僕が告白しますっていう動画を上げたので、えーまあ、その流れとかね概要が分かってない人とかもいると思うんで今日はね、えー、その全体的な流れについてお話しします。 で、えーまあ、僕はね、先日の動画で、まあ、告白しますっていうことで、えーまあ、その今ね、まあ、何人か友達でいる中の人から、何だろうな友達でいる中の人の一人に、まあ、告白しますっていう話をしたんですけど、えーまあ、そのね、まあ、僕は何で告白しようと思ったかというと、 まあもちろんね、僕のリスナーさんたちのアドバイスもあったのと、えー、まあそれもね、一つあります。で、まあ結構ね、コアな方がね、えー、いろいろアドバイスしてくださるので、まあそれ、それもあって、どうしようかななんて自分の中で迷,迷ってたところもあって、まあ結局ね、えー、まあ告白するに、まあ至るわけです。で、えー、あの、それ以外にね、 まあその告白するえいい人をまあ選んだ理由というかね、理由としては、まあ、それはね、なんだろう、その今まで会ってきた、これ、まあ、なんだろう、僕の主観の話になります。ここからはあの僕の主観なんだけど、今までね、なんだろう、う会ってきたまあ女性の中で、一番ね、あ、のー なんだろうこうまともというかあのふ普通な感じなんですよあのなんだろう性格がねで、えー、一番普通な感じの人でまあその婚活してたらみんなみんな分かると思うんだけど婚活市場にいる男女ね男女って異常な人が多いんですよでまあま一番まともな人だなと思ってあのまあ常識あるしね うん、思ったのでまあその人がいいいななと思いましたであのなんだろうその、まあ、一番その常識があって真面目な感じの人でまあ、いろんなねタイプの人がいるんですけど、うん、やっぱりちょっとね非常識な人が多くて一番ねまともな真面目な人にしようかなと思って、まあ、選びました。で 今までね、あの9月の戦略、8月の戦略とか言って、今までやってきたことあるじゃないですか。あれはあの僕のね、キャラでやってるんで、あれま、まともにね、えー、なんだろう、聞いてね、あのなんだろう、それをね、信じちゃだめです。あれは僕の,あのキャラなんで、あの実際はね、そういう感じで、なんだろう、その、その女性のね、えーまあ、いわゆる内面というかね、 内面だったり会話して、まあこの人一番、なんだろう、まともな、なんだろう、一番普通な人というかあの、一番常識ある人だなと思ったんで、まあ選びました。で、あの結構ね、勘違いされる人は、まあいわゆる、なんだろう、勘違いされる人、男性も女性もいっぱいいるんだけど、YouTube 見てて、僕はね、あの本当にあのそのそ見た目とかね、 あの何だろうまずねえー、まあ年齢も確かにあのあれですよ某婚活系 YouTuber みたいになんか10歳差とかねそんなん狙わないですよ僕は年齢はあんまり気にしてませんぶっちゃけ言うとでそんな <laughs> 某婚活系 YouTuber みたいになんか10歳差とかねそういうのやらなくて、えー、普通にねあの何だろうその まあ近い年齢でね、そんな10歳とか求めて、差とか求めてないし、なんか、わがさを女性に求めてません。で、まあ、なんだろう、やっぱりね、こう、お互いね、えー、仮にね、結婚したときに、やっぱりお互いにね、こう、なんか、前に進める関係、ちゃんとね、その、年齢とかね、容子とかだけじゃなくて、その、なんだろう、こう、一緒にね、あの前に進んで生活できる。 えー、生活していかないといけないわけで、それに対してね、やっぱりね、いや前向きな、肯定的な人じゃないと、やっぱり無理かなっていうところはありました。あの結構ね、なんか趣味が合うとかね、あのなんかね、えー、なんか、例えば趣味が合うとか、なんだろうな、こう、あの 用紙とか、ね、レベルが同じぐらいとかねなんかいろんなこうものをね人って比べたがるんですよですぐね人っていうのは人と比べたがる生き物であのこれはね正直すぐみんなね比べちゃいますだけど僕はねまあそう比べるのじゃなくて、まあ、オンリーワンであることがやっぱり大切だと思ってますなのでまあ人とはね比べてないんだけど何ていうのその 最初から僕の動画全部見てる人わかると思うんだけど僕ねあんまりなんか他人と比べてなんか悲観,悲観したりしないと思うんですよあの悲観したりなんかねあんまり他人と比べてなんかしないタイプなんでまあそれはねあのネタとかねあの受け狙ってなんかね,、うん、ね言うことはあるけど基本的に人とあんまりなんか比べたくない比べたがるタイプじゃないので なんだろう人がまあどうであれ僕がいいと思ったらまあいいかなというまあそういうタイプなのでまあ実際キャラではね本当に何かいろいろ何月の戦略とか言ってやってるけどまあ本音言うとねあれはねキャラなんだってあれをまあ本当にねガチでまあもちろんあの戦略通り確かにやってるけどそのねでなんだろう当たった人を その条件だけで見てるかっては違うわけなんですよだから、まあ、そういう意味では何だろうな、まあ、あれはね確かに、えー、戦略的にはやってるんだけどその本心ではないというか本心はそこになくてやっぱりね人とやっぱりこう比べないしあの生活していく上でねやっぱり一番必要なものを持ってるような人を選びたいっていうことで、えーまあ、告白しました。 なので、えーまあ、勘違いされてる方いっぱいいると思うんですけど、まあ僕はね、えー、なんだろう、まあ、今までキャラでやってきたやつがまあ非常に多いので、えー、まあ、そういう感じでね、あの勘違いされてる方も、ね、非常に多いと思います。で、まあ、キャラなんでぶっちゃけ、僕は自分の中では割り切ってるので、あなんかで、あ いいんですけど、まあね、たまにね、たまにっていうか、結構勘違いされてる方もいっぱいいるんでね、まあ、僕はね、うんまあ、そういう基準では本当選んでないんだよっていうことをね、えー、まあ話しました。で、これからね、いろいろね、えー、まあ展開があると思うんですが、まあ、それもね、えー、随時ね、えー、分かり次第にね、やっていきたいと思います。えー、もし、ね、何か質問がありましたらね、えー、コメントにいただければと思います。 ということで、まあ、多くのね、えー、リスナーさんからのね、まあ、参考になる、その本当に参考になるね、そういう、なんだろう、コメントとかいただいて、まあ、それ参考にしながらね、えー、まあ、婚活を実際に進めております。なので、うん、まあ、なんだろう、本当の意味でね、まあ、なんだろうな、そのコアなね、リスナーさんとまあ作るね、まあ、YouTube になればと僕は思ってます。えー、まあ、 ちょっと長くなっちゃったんですけど、今日はね、えー、まあ僕のね、その女性を選んだ時のポイント、告白した時のポイントっていうことで、えー、お話し,しました。えー、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。